はい、こんにちは。わ、カラスすごい。で、朝ね、草を刈ってて、1時間くらいかな。1時間くらい草を刈って、まあ、あそこがね、ちょいちょい綺麗になりました。こっちら辺エリアが。で、まだこっちもあると思って、なかなか、まあ、平らなところをね、刈るのはね、多分ね、超楽なんですけど、もう、起伏というか、ありまくりで、超大変です。超底辺です。まあ、安い時に燃料大量に買っといたからよかったんですけど、まあ、燃料はね、そんなにね、1時間使っても1リッター使わさってないぐらいなんですけど。眠たい。あ、すごい。ジャグルになってる。ルンルンルン。疲れたね。まあ、さっき前寝てたんですけど、ボケボケボケ。ザビエル、メータンは、帯引きじゃなくて、ナヨロに行ったし、ああ、よかったよかった。これで、親とこの変な後輩をしなくて、済みましたわ。よかったです。で、あ、そうそう。今日のお題なんですけれども、ちょっとね、Facebook の無添加食品を広めようだったっけな、のページで、パンのこと、ごめんなさい、取り上げてしまいます。パンの、配られたパンが、天然酵母って書いてたんですけど、それが、無添加、添加物めっちゃ入ってるじゃんみたいな投稿だったんですけど、その投稿みんながね、すごいそんなもらったものに対してみたいな文句言うなみたいな人とか、あ、そういうものってそういうものなんですねみたいな投稿とかね、いろいろありまして、そこにちょっとだけ書いて、自分もちょっとだけ参戦してみたんですけど、私的にはそもそも視点が、そもそもね、自分は旦那が死んでから母子家庭になったんですけども、まあ今は、まあ今年に入ってから結婚、まあ運よく結婚できたので、本当にね、母子家庭になっちゃうと、多分絶対普通の母子家庭の人が頑張ってるのと同じく、自分だったら生活できないだろうなぁと思い、こういう生活を選んだんですけど、つい最近うちの友達もね、こんな感じの、まあ、田舎だと安いんですよね。もう3万もあったら、ほんと3万出せば、大きい土地があって、お家もあって、納屋とかもあって、トラクターとかもあるようなお家がね、まあ田舎だとね、可能なんです。まあ自分のところはね、まあトラクターとかはなかったんですけど、友達のところはトラクターとかもあって、なんかいろんなね、農機具もあってね、おー、いいなぁと思って、思ってたんですけどね。このちょっと探せば、ちょっとじゃないのか。なんだ、そのね、現地の人と仲良くすれば、意外と、
あの女なんであるのかなとは思うんですけど、女なんでちょっと、いやけど男の人でもうまくやってる人とかやっぱいますよ。女だ、いや男の人の方がやっぱあるね、なんかいろんな機械とかをこれ使うかみたいな感じで、田舎だと使わない機械とかくれたりするし、なかなかね、街にいるよりは自由だし食べるものいっぱいあるんじゃないかと思います。虫食われてる。え、あ、すごい、あ、虫だらけに、あ、そしてトマトにもくっついてる。だからね、してそもそも日本の食料自給率が低すぎると思って、でけど耕作放棄地がめっちゃたくさんあるやんと思って、それなのにね、なんだろうな、なかなかね、自分みたいにこうやってあんまり田舎に住もうっていう人はあまりいないのかなと。でやっぱ住んだことなかったら難しいですよね。友達とかにそういう友達とかがいっぱいいればいいんですけど、そうでもなかったらやっぱり恐れがありますよね。うちは街の中の方が怖いですけどね。なので自分の力でいろんなことができないんで、ここならね、まだね、自分の力でできるんですけど、ほんと街の中行くとお金の勝負になってくるじゃないですか。ほんと稼がないと何もできないし、食べ物すら買えないっていう。自分子供含めて、何人だ、子供3人と私1人だったんですけど、なんか食べるにしたって、だってカップラーメン1つ食べるにしたって1個100円じゃないですか。それまあ添加物とかまあ抜きにして、これでまあ4人で絶対最低400円ですか、1食で。まあ学校給食はまあ母子家庭だとまあタダにしてくれてはいいんですけど、本当ね、添加物が入ってるとか本当文句言えないですよね。自分本当こういう生活になってやっと、なんだろう、やっと自分でやってるから、あ、文句じゃないけど、いろんなこと言えるようになってるんですけども、だからもう人のお世話になってる時はね、やっぱ、なんもね、その与えられたものをもう食うとしかできませんもんね、食うしかできませんもんね。ともらったものをね、ありがたーくいただくことぐらいしかね。まあ、バタリー経由の鶏の卵であろうと、やっぱ自分の口に入るので、入るものなので、やっぱりありがたいじゃないですか。まあ、それでお腹がいっぱいになって。まあ、鶏さんたちには悪いんですけども、本当に。これ、やばい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 。スイカが。本当ね、本当もう日本はもっとちょっと昔みたいに自分たちで物を作ったらいいんじゃないのかなと思うんですよ、本当に最近。それじゃ、本当ちょっとの場所さえあれば、と自分で野菜本当一つでも自分で作ればね、ほんとベランダ菜園とかやってる人とかもいるけど、すごいなと思って。ベランダ菜園っていうか、何でしょう、あのプランターで野菜作ったりする人とかもいて、すごいなと思って。ほんとにちょっとの場所で作れちゃうんだと思って。で、自分こんなハウスの使い方してますけど、もっとね、詰め詰めに植えてる人だっていて、
またまたそれもうまいこと取って食べてると思って。ほんとやり方一つでね、でも土地があれば土地があるだけいいんでしょうけど、うまく使えなかったうまく使えなかったで結局ダメなので、まあそれでもね、そういうことはしないで、まあ大量の土地に除草剤撒いたりしてる人もいますけどね、ほんと人それぞれですよね。ちょっとこのまんまじゃもったいない、もったいないっていうか、もったいないんじゃないのかな、土地ももったいないし、せっかく有り余る労働力ももったいないし、うん、お金なくてもあの端末っていうか端末とかにやっぱりみんなお金かけてますしね。自分はこう発信したくて iPhone 買ったんですけど、それまではやっぱあれでしたよ、あのとおとんにあのネットで中古の、まあ、3000円とか4000円とかのスマホを見つけてもらい、そんなので使って、まあ、Facebook とかインスタとかやってたんですけどね。うん、そうそう、どうしてもやっぱみんなとつながりたいじゃないですか。やっぱ一人じゃ生きていけないんですね。うん、そうだそうだ、すごいな、湧き目。あ、そんなんでもうちょっとみんな大地に帰ればいいんじゃないでしょうか。もっとね、もっと、なんでしょうね。ほんとお金10万の、コロナの10万あっても、一人10万いただいたとしても、もうすぐなくなりますよ。もう食べて、家賃払って、もうほんとまっすぐ、いやもううちの10万もなくなったなぁと思って。あ、すごい、トマト鳴ってる。ほんとエンド、いや、これ毎日エンド取れるんですけどね。2ヶ月ここまでかかったんですけど。こんなにいっぱい撮りながらでも、あの YouTube を撮りながらでも撮れてるんですけど、器用っちゃ器用だけど、話よ、まあ本当に自分たちで、本当自分たちでちょっとこれぐらいのね、あら落ちた、本当これぐらいのエンドでも買ったら結構するじゃないですか。どんでもね。このちょっとした場所で作れるので、おついの実になるし、栄養いっぱいだし、そもそも農薬かかってないし、ねえ。一番やっぱり、ちっちゃいっていうか、本当にね、コミュニティをやっぱり自分の目標としては、作りたいなって、優しい、まあ、家族の本当に、助け、みんなで助け合いできるコミュニティが、本当のね、本当のあの、自分たちで作って、まあここ本当自分が苦手な、クワを持つの苦手なら草取りして、とか、腰自分が痛くても違う人がまあ、やってくれって、子供を産んでちょっと忙しかったらまあ違う人がやってくれたり、この人が休んでる時はあの人が出てみたいなね、それなんでしょうね、本来あった日本にあった助け合いを、本当日本でお米昔作ってた時みんなでね、デメさんに来てね、やってましたからね。うん。あ、まだある。なんかもう、隣は何をする人ぞ、みたいな、今なってて、ほんと、自分の親も、
施設に、自分が忙しいからって施設に預けるような時代になっております。本当に。その預けるお金も高いじゃないですか。で、そのために、そのために自分のね、貴重な本当にね、労力を費やし、自分の家の家賃も払っていかなきゃいけないし、自分病気になればそれの医療費も払わなきゃいけないし、もう大変ですよね。もうめっちゃ大変。もう死に物狂いでみんな生きてる状態です。ない？出てきてないな。人参さん。いやー、土かけすぎたわけですけど、あんまりかけてないんだよね。今年は人参食べられないのか。まあ、そんなんでもっとなんかね、人と人とのつながりが、こんなんじゃないくしなきゃダメなんじゃないのかなって。なんか言ったら人の否定ばっかりするんではなく、もっとね、こう、認め合って尊重し合って、で、そしてみんなでこう成長するみたいな。なのがあっていいんじゃないのかなと思います。ほんと隣近所で醤油が貸し合えるような仲だとね、いいですよね。この仮払い券の歯もなんかね、自分買ったことないですよね。なんだか湧いてくるので。ねえ。いろんなものね、もらったりね、田舎だともらったりね、自分でもあげたりね、できます。そんな素晴らしい田舎暮らし。はあ、なかなか都会にいると、こういうところの情報もないし、で自分、いや、ここら辺もなかなかそのまま住める家もないですしね。いや、あるみたいなんですよ。あるみたいなので、もし本当、住みたいなって方がいたらね、こっちの辺に移住したいなって方がいたら、自分はちょっとみんなに声をかけてみようと思うので、もしよかったらコメントください。まあ前にね、なんかいただいた、住みたいんですよねって方がいただいて、そういうメッセージをいただいて、ちょっとだけ、ね、アドバイスさせてもらったりもしたんですけど、本当ね、こういう生活が理想なのはみんなわかっているんですけども、なんかちょっと探してなかったからってすぐ諦めちゃうみたいな。実際の本当ね、何万元か当たってダメだと思ったら、人間ってそれでもうダメだと思っちゃいますからね。本当はね、まだまだいろんな可能性あるんですよ。ある友達とかだとタダでその場所を譲ってもらって住んでるとかもありますしね。本当どこでそんなのがね見つかるか、本当人生の転機、それが人生の転機に見つかることによって人生の転機になるかもしれないし、本当に貧困問題です。貧困で困るのがやっぱり本当に食べ物なんだなと実感しますね。食べ物、本当に食べ物大変なんですね。そうなると安いバタリー経由のニワトリの卵でもありがたいんです。つなぎ買いの牛さんとかには本当悪いですけど、つなぎ買いのたくさん外国産の穀物たくさん食べて卵を産んで乳出してる牛のミルクでもありがたいんですよね。本当に本当給食がありがたいんですよね。そんなんで
本当にあのこういう生活が理想ですとかじゃなくて夢なんですとかじゃなくて、とこう現実的にこういう生活ができるようなことを、まあ、提案する、まあ、YouTube にこれからねしていきたいなぁと自分思っております。こんな感じかな今日は。また草刈りするかな。なんか虫たかられてる、虫たかられてるっていうか、なんか潰した、もしかしてスカートの中で。うん、あ、虫、あ、やべ、土鉢、そこ巣作んないでほしい、頼む、そこダメだって、土鉢お願いだ、そういうところに巣を作んないでくれあ、そんなんで鶏の、本当は自分コミュニティ、ここにコミュニティを作ってみんなを呼び込んで、自然農とか有機野菜、まあ自然農の野菜とかを、あ、やばい、なんかうんこみたいについて、作りたいんです。でみんなで本当に助け合って協力し合って生きていくのが自分の夢です。この一人だけでこういう風に生活するのは自分の夢では全くありません。これが夢じゃないので、自分どん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 こうやっていろんなことを投稿してるんですけど、本当最初の動画でも申しましたけれども、コミュニティを作りたいんです。まあそんなんで、何かこうこっちに住んでみたいなって方がいたら、私全力で見つけるので、見つけるっていうかね、まあつてがあるので、もしよかったらメッセージください。それではまた、バイバーイ。よいしょ、疲れたね。何も考えないで喋るの、思いつきで喋ってるからね、ひたすらね、はあ、まあ今日も一日、今日は昨日をいっぱい作ったカレーを朝から食べて、昼にも食べて、ついでにおやつにも食べて、ね、美味しかったね、米粉のカレールね、特別給付金ありがとうって感じ。それじゃなかったらね、いつもカレーのスパイスでね、カレー作ってるんですけど、子供たちに超不評すぎて、いつも乾燥した豆ばっかり突っ込んでね、夏野菜のカレーみたいな、昨日は自分家ではなってなかったんで、長ナスとかピーマンとかズッキーニとかいろいろ買ってきて突っ込みましたよ、サイコロ状にして。もうあと 1週間経った、さっきねピーマンがハウスで鳴ってたんで、ラズビーも鳴ってくるかなね。あ、そんなんでねーって、バイバーイって、バイバイ、こっち向いて、はいはいはい、マーガンこっちね、そーら、昨日毛抜いてもらってよかったね、毛抜いてすごいです、はーい。